愛媛県中予地方局では、障害児の方々が新型コロナウイルスの影響により、物、人と触れ合う機会が減少していることを踏まえ、県の伝統的特産品である砥部焼の創作体験や作品の展示などを通じて、地域社会とのつながりや生きがいを感じてもらうため、砥部焼に新しい風を吹き込む女性作家チーム、砥部り手の皆様を講師にお迎えし、障害児創作体験を実施しました。これがね、焼いたら青くなるの。こう混ぜて、これこうしごいて、そして回転かけて、その青で、赤がこれで、緑がこれ。そうそう。頑張ったね。見つけ体験楽しかったですか？はい。シャンプーは丸バスゲームやろよ。シャンプーは一緒に丸バスゲームやろ。何でみんなと一緒にやってくれんの？ずっとでその辺に置いとったら、あ、タクヤさんだってバレてしまって持って帰るから、そばチョコも一緒によく